今和田君と話してたんですけど、はい、最近の若い人の話をしてたんですけど、はい、もう最近の若い人全然洋服買わないとあそうですね、はい、何も買わない、はい、買わない全部ユニクロとかああいうので済ませて、はい、そう何にお金使ってんだと、はい、こういうことを聞いてたら何に使ってんの。いやもう、もう使わないの。使わない稼がないし使わないから稼がなくてもいいんだ。そうそうそういう感じだと思いますね。おどうなんだろう、はい、消費が衰えちゃうじゃない。だってバイトが1200円とかでいくらでもあるのに人手不足じゃないですか、うんうん、僕らの時はもう一日中働いてたんですよ、うんうん、それシフトが空いてたら入れてくれって言ってずっと働いてたんですけど、今はそういうその若い人が、うん、シフトが空いてるのに入れるっていうことはしないんです。もうスマホがあるから最低限遊べるじゃないですか。スマホでスマホがあるから大丈夫なんですよなので、うん、ここの近くでもそうですけどファミレスとかがもう人が足りなくて、うん、で1200円とか結構高く募集してるのに、も来ない来ないから、うん、客入れないで客入れない、いや店員が一人しかいないから対応できない、対応できないから順番待ちになってるんですよ、だからそうとか、まあ、閉店した店もあるんですよね。ゴールデンウィークね、牛丼屋とかですら休んだりとかしてるわけですから、うんうん、だからもう全然ちょっとカルチャーが違いますね。最近俺が若い人でさ、はい、まあ、腹立たしいのはさ、はい、電車の優先席あるじゃない、はい、で別に俺優先席に座りたいとも思ってないんですけど、はい、立ってることが多いんだけど、はい、だけどその優先席に若い連中が堂々と座って、はい、スマホ見てるか、はい、居眠りしてるかなんだよね、はい、だから優先席は、はい、開けとけと、まあそうですね、空いてても若いの座らせんなという、はい、ちょっと運動したいなと。あ、なるほど。そういう車内放送しろと、くだらない車内放送してないで、はい、優先席は若い人が座る席ではありませんと、はい、いうようなですね、うん、放送したらいいと思うんだよね、うん、だってあと若い連中が座って、はい、もちろんその年寄りが来たら譲る人もいるし、はい、譲らないやつもいますね、ネタ振りしてるとか、はい、そのばっか見てとか、うん、だったらもう最初それで年寄りは遠慮してるから、はい、開けてくださいとはなかなか言えないじゃない、うん、はい、ね、はい、譲ってくださいとは、はい、だから韓国とかさ、はい、そういうとこだったらみんな譲るって言うんでしょ若い人が。なるほどね、はい、日本でそういう習慣がどんどんないようになっちゃって、うん、これ誰も教えるやつがいなかったら、はい、ますますそうなっちゃうから、うん、それはその社内放送でもですね、はい、優先席というのは、うん、お年寄りのための席ですから、はい、お年寄りとか、まあ、病院とかね、はい、妊産婦とかの席ですから、はい、健康な若い人は座らないでくださいと、空いてても、はい、空いててもだよ、はい、っていうような放送をして、そういうことを若い連中に教えないとしょうがないなと。そうですね、まあ、と思ってんですよ全体的に、うん、例えばエレベーターでも、はい、ベビーカー持ってる人がいたら、うんうん、先に乗せなきゃいけないはずなのに、結構健常者がバーって乗っちゃって、うんうん、そうね、ベビーカーの人ってスタートダッシュが効かないですから、うんうん、子供乗せてるから、うん、そんな乱暴に扱えないんで、うん、ノーズ突っ込むとかできないじゃないですか。だからあともそれでそういうね、なんかね、そういうこう、まあ、もちろん全員がそうじゃないんだけど、はい、ちゃんとした人もいますけど、若い人もいますけど、大体、はい、うん、そういう連中が多いんですよ、はい、でまあ大体、ね、自分勝手にどんどんなってる、大体居眠りしたりなんかしてるんだよな、はい、居眠り、居眠りかスマホ、年上が来ても譲らないしな、はい、ちょっとねあれはね、やっぱり譲るもんですというっていうか、優先席ってのはそういうんじゃないんだってことをね、ちゃんとね、はい、電鉄会社がね教えなきゃいけないからね、はい、車内放送ガンガンやれと、くだらない車内放送してないで、はい、っていうことを私はやりたいと思います。まあ、だから学校で道徳の授業とかで何教えてんだろう。そうだよ、そうですね、だって本当にね、はい、他の外国だったらみんな、はい、特に韓国なんか若い人もみんな、はい、必ず譲るって言うんだけど、はい、そういうあれがないくなっちゃうとね、はい、これ将来的にね日本が負けちゃうよそれ、うん、はっきり。アメリカもすごいですからね、うん、ベビーカー持ってた、もうすごい後ろにいても、あ、もう先に入れとか言って、もう全然急いで、なのでもう本当に、まあ、病気の人だろうなっていうことであれば、もう全然優先するし、あとはね、桜井さんのね、今度本が出たんですけどね、はい、産経出版から、はい、安倍総理をね、うん、吉田松陰に引き比べてね、前大和武尊にね、はい、そうですね、でうちに書いていただきましたけど、はい、吉田松陰と引き比べてね、はい、書いてらっしゃるんだけど、その中でね、
僕はあのへえと思ったのはね、流魂録ってあの吉田松陰のね、はい、思いを綴ったね、はい、あの本があるんですよ、うん、これはまあ有名な本なんですけど、はい、でそれは吉田松陰がその安政の大獄で獄にいるときに、はい、その書いてたんですよ、はい、いよいよもう処刑されるだろうと言うんで、はい、うん、一冊はあっちに送ったんですよ、山口に、山口県に、ね、はい、それの知り合いにね、はい、それででも届かなんかで届かなかったりなんかすることがあるかもしれないっていうんで、はい、もう一冊同じものを書いてですね、はい、それを同房の囚人の人に託したんですよ、はいはい、なるほど、それでもしあなたがその釈放されて出るようなことがあったら、はい、これをその長州出身のね、はい、誰かに届けてくれと、はい、誰でもいいから、はい、っていうんで託したの、はい、そしたらその囚人はね、はい、それからすぐね、で松陰は処刑されちゃうんですけど、はい、その囚人はね島流しになってね、はい、なっちゃうんですよ、はい、それで17年後に帰ってくるんですよ、はい、出る、釈放されて、はい、明治になってから、はい、それで長州出身の人を探して、はい、神奈川の誰かな、なんかやってた人のところにそれを届けるんですよ、うん、あ、なるほど、で松陰が長州に送ったのはどっか行方不明になっちゃってるんですよ、はい、あ、じゃああってよかったんですね、だからそれがね、はい、だからそれはね17年持っていた囚人の人もすごいでしょ、すごいですね、しかもそれをちゃんと届けてくれたっていうね、はい、そうですね、すごいなと、はい、これをね僕は知らなかったんで感動したんですけどね、うん、あの桜井さんのですね新しく産経出版から出た本をぜひですね、はい、読んでいただきたいと思います、はい。